気分が下がるとき DJ 社長はどうしますか？あんまりありません。気分が下がることは。それが僕の最も恵まれた才能です。こればっかりは多分才能なんですよね。僕って別にそんなね、生まれたときはそんな格好、今最近はちょっと整形してあれになったかもしれんけど、顔はかっこよくなかったし、ダンスが上手かったけど、まあもうこんな100回ぐらい200回も言っとけばわかると思うけど、これといったすごい才能はなかったかような気はするけど、メンタル面に関してはすげえ才能だなって思ってます、自分でも。なんか、みんながなんでそれで怒るのかがわからんわけよ。だけど逆に言うと怒らせてしまうパターンもあるんやけどね。なんで怒るかわからんけど、人間やけん、いきなりそんな通りすがりでバコン殴られて怒んないかって言われて、それは怒るよ。でも瞬発的に怒るだけで、ムカッてすることはあるかもしれんけど、別にそんな1分2分ムカッてなったら、もう別に3分ぐらいで忘れとうわけよ。ましてやもう次の日とか絶対残っとうわけもないし、てか1時間も残らんけん、じゃあ30分も残らんだけん、気分も落ち込まんし、ムカつきもせんけん、借金とかいくらしとってもあんまりなんとも思わんし、アンチからなんか言われてもあんまり気にならんし、なんか、そこばっかりは多分才能なんやろね、きっと。と思う。うん。才能やし、あと、プラス慣れもあるよね。もうここまで来たら慣れまくっとうよね。なんかやっぱ、銀太もさ、みんな動画見たらわかると思うけど、ゴキブリ一番最初パッて渡した時ってさ、やっぱ、俺が手に持っとうだけで頭おかしいんじゃないですか、社長みたいな感じで、パッて渡して、うわーみたいな。だっとって、那須川天心の時とか、ゴキブリの。ちょっと危ないやん。いや、危ないから。危ないから、危ないから、危ないから。俺、これもうそこそこそこ。そうそう。ってなっとったけど、もう最近とかってパッて渡してもなんかなんだゴキブリか。いや、みんなも食べれるね。みんな食べれるね。いや、これフイが食ったけど食わないかんくなるっす。僕は食えないっすよ。動いた動いた。ちょっとやめて。これが慣れないよ、完全に。はい、ということで、もともと強かったメンタルに対して、あとプラス気にならないっていう二重のあれがあると思うんやけど、それにさらに慣れまで加わってるんで、もう俺よりメンタル強い人はもういないとちゃうか。うん、ここまで来るの。はい、ということで、僕最強ですよ。なんかまあでも慣れるのも早いけど、ぶっちゃけ慣れも大事やけんね。くよくよちっちゃいこと気にせずに、ね、もう慣れちゃった方がいいよ。うん、1で嫌なこと感じやすいタイプはもう10ぐらい嫌なこと10回ぐらい経験した、もう1では悩まんよ。マジで。いろんな人生経験すればするほどちっちゃいことで悩まんくなるけん、ちっちゃいことで悩んどってことは、おっきいことをしてないってこと、おっきいことしたらちっちゃいことでは悩みません。じゃあね、みんな、バイバーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。